お前本当に見たのかよ、タミノスケ。嘘だったらお前承知しねえからな。違うよ、本当に本当に僕見たんだって。本当だよ。だから僕見たって言ったでしょ。はい、皆さんこんにちは、タミノスケでございます。 A 列車で行こう9バージョン 5.0 ファイナルエディションセカンドシーズンということで、今回私ですね、新幹線は、取り替え基地扶桑第一交番検査所こちらの方にね来ております。まもなくね12時に新扶桑からあの列車、冒頭でお届けしたあの列車がねいよいよ営業運転始めましたんで、そちらの方を紹介したいと思うんですが、まずですね、あの列車がデビューする前に、やっていた車両ということでちょっと後ろ見ますか。こちら、取り替え基地のちょっと待ってください、なんかマウスの調子が悪いな。こちらにですね、試作電車ということで、これ 300X を私勝手に命名させていただきましたが、このね、テスト列車、これでね、試験車のうち量産先行型ということで、冒頭お届けした列車がね登場したんで、そろそろね営業運転で270km 運転始めたあの列車やってくると思いますので、ちょっとこの辺で一回待機しますか。今12時ジャストにね扶桑駅を発車するようにダイヤ組んでますので、ちょっとその間この100系新幹線と0系新幹線を眺めますか。この100系新幹線のこの鋭いこの鋭角な形、そしてこの0系のね丸みのある形、これあれですよ、0系って確か0線をベースに作ってるんですよね。さあそろそろ列車来るんで、あ来ましたね、来た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 、最新の列車、1992年3月にデビューしたこの列車来た。300系速い270km 速い、ちょっと追跡しよう。いよいよ民営化して登場したこちら300系新幹線ですね、進行方向こっちか。こちらの列車ね、これもうすでに全面展望の動画撮ってますんで、あちょうど今阪急の列車と並んだ。今回はこちらのね300系をね、お届けしてまいりたいと思います。これ300系270キロ運転するためにこのカントって言って、まあ A 列車では再現されてないんですけど、このカーブのとこの翼角なんていうんですか、あのコーナーの角度をかなりきつめに取ったんですよね。でこの300系のぞみちゃんなんですけど、実はあの問題児なんですよね結構初期トラブルがね多発したんで、まあ今でこそ、まあ今でこそっていうかもう今営業運転してないんですけど、結構ねデビュー当初あのモーターの脱落とかいろいろ結構な問題を起こしてたんですよ。まあそれまでこの100系新幹線が220キロだったのに対して一気に50キロアップの270キロ運転始めたんで、なかなか無茶な冒険したんですけど、まあ、やっぱ民営化だからこそ成し遂げれたそんな感じですね。ということで今回はねこちら300系新幹線の全面展望を、帝都から新扶桑までお届けしていきたいと思います。では300系が入線してまいりました。のぞみ号ですね、待望ののぞみ号では、こちら乗っていきたいと思います。発車のご案内ということで、のぞみ301号新扶桑行き全車指定席です。これあれだな、発車時間書いてねえな、6時発ののぞみ301号新扶桑行きでございます。では今帝都駅を出発します。出発しました。6時ですので一番列車ですね、東海道線下り一番列車、のぞみ301号です。一応強調しておきます。この区間はですね時速110キロに制限を下っている区間ですので、しばらくはねゆっくり走っています。右手に見えるのが、掛川の運転所ですね。まだ始発前ですんで、東海道線の、電車がいくつか止まってます。
ダブルデッカーの215系なんか止まってますね。では掛川駅付近です。まだ朝ラッシュ前ですんで、比較的余裕のある時間になっとると思います。箱須賀線の電車も見えております。京急も見えております。ではのんびり行きますか。まあ新聞でも飲みながらね、まあ、コーヒーでも飲みながら、まあ朝の一番列車ですんで、右手に見えるのが、昇格線、箱須賀線ですね。この辺で、左手に移って左側にあるのが響久保信号場です。成田エクスプレスやった時に詰まったところですね。でしばらく在来線、昇格線、違うな、箱須賀線か、箱須賀線の電車と並走する形で、なぜか私ここにね制限速度、制限解除の標識を置いてしまったんで、ここからね本気出すんですよ。この先ね、この武蔵小杉の、あ、ちょうど箱須賀線見えてまいりましたね。ここのカーブがあるんで、本当はここにあれですね、制限解除の標識を置けばよかった。でフル加速しながら、鶴見川を越えたんで、まもなく1番目の停車駅、新横山ですね。こののぞみ301号はこの新横山止まるんですよ。では新横山到着です。横山線と乗り換えですね。地下鉄はちょっと作ってないんで、在来線、横山線とお乗り換えです。では発車しました。この新横山付近はですね、丘陵地帯になって、ベッドタウン的な感じかな。このなかなかこう丘に沿って一戸建て住宅が建ってるっていうのは、ちょっと私のタメ付けの勝手な横浜に対するイメージなんですけど、左側がですね、東海道貨物線ということで、ベッドタウンを今ひたすら走ります。これちょっと、まあ、取り上げるかどうかわかんないですけど、相模鉄道、相鉄線もねちょこっとですけどじりじりっとこう作ってるんで、この圧倒的に私相鉄線に対する知識が足んないんで、この辺下走ってるんですよ。見えないな。それではマップ端に行きましたので、編集でカットして、こちら大田原、大田原のマップですね、湘南のマップ入ってきました。うっすらとね富士山が見えておりますんで、富士がちょっとずつ近づいてくるんじゃないかな。今のトンネルがあれですね、小田急の江ノ島線のある、ちょっと駅名を失念しちゃったな、区間になります。さあ目の前に富士山見えてまいりました。うっすらとね、富士山見えております。でここから一旦丘陵地帯を抜けて、平野地帯、まあ、川があるんでね、こうやって平面が抜けるんですよ。はい、相模川ですね、相模川の橋梁を越えました。で再び丘陵地帯です。トンネルとね、こうで今対向がやってきましたが、これが多分三島発の光か小玉なんだな。でまたトンネルくぐって、抜けるといよいよ大田原の、大田原の平野ですね。再びまた対向来たんで、これも多分三島発の列車ですね。三島じゃない、二島か。坂川川橋梁を越えて左側に大田原城が見えたところで、大田原です。大田原通過でございます。で箱根の入り口を見て、また再びトンネルですね。でここがおそらく根府川付近で、再びトンネルで、ちょっと画面ちらついておりますけれども、こちら熱海です。熱海はちょっとあれですね、制限速度入れるべきだったな。で今ちらっとなんか見えたと思うんですけど、小田原のマップ車庫がないんで、新端なトンネルに車庫隠したいんですよ。で今もういきなり二島ですね。これスープのマップですけど、確か前回成田エクスプレスの回でマップ上書きしまったって言うんですけど、バージョン 4.0 の古いバックアップデータはあったんで、それを元にもう一度ちょっと作り直すというところで、まあ、具体的に言うと駿府、静岡と浜松が高架化されてなかったんで、その辺も高架化してちょっとね微妙に配線変わったんですよ。そうこうしているうちにもう静岡ですね、駿府です。右側にある駿府の駅と駿府の運転所をね作り直しております。では駿府通過です。
今対向列車あれですね、こだまなんで、駿府駅の方にあって、で今100系と数字があった、これ多分名古屋発の光じゃないかな。では静岡中部地区から西部地区に向けて走っております。リアルですと、新富士とか掛川があるんですけど、すでに駿府のマップに3つ新幹線の駅があるんで、ちょっとねこれ以上駅を増やすことはないかなと。今天竜川ですね。ではまもなく松浜浜松です。右側の在来線ホーム注目しましょう。あれ九州ブルトルですよね、多分寝台特急さくらじゃねえかなって疑いがあるんですけど、で今松浜通過です。松浜の工場を見て浜名湖ですね。いやーなんか新幹線早いんで実況が間に合わねえな。では、静岡のマップを越えて遊戯王名古屋の地区です。もう大橋取り返しですよ。今あれですね、初めて1本電車抜かしましたね。あれ多分静岡初の列車じゃないかな。では愛知区を、西側に向けて走ってまいります。時間帯、また、0系ですね。これ多分名古屋発の列車ですね。時間帯的にまだ新富士発車、新大阪発車の、新幹線と今すれ違ってないんですよ。まもなくねすれ違いますんで、それでは皆さん対向列車に注目してまいりましょう。今場所としては岡崎市付近ですね。矢作川を越えました。そろそろ対向にあれ見えてきますんで、白い点がねなんかチラッと見えてきたと思うんですが、一瞬ですよ。はい、300系。ちなみにこの動画で300系とすれ違うのは今のシーンだけですんで、300系のぞみ登場時代は非常に希少車種だったので、なかなかね合わなかった。さあ今飛行機が見えたところで多分音楽変わっております。なぜ音楽を変えたのか、それには深い理由があってですね、最初に言ったようにこの列車のぞみ301号なんですよ。勘のいい方ならもうお分かりいただけると思うんですが、さあ名古屋駅やってまいりました。制限90の標識をまたいで名古屋の表示があるんですけど、おやおや名古屋に止まんねえぞということで、名古屋飛ばし来ましたね。名古屋飛ばし、こののぞみ301号登場時にできた下り始発1本目のこののぞみ301号に関しては名古屋、これ以外に実は京都も止まらないというね、そういうダイヤでした。この後のぞみが増発されたのと、あと軌道ですね、補線の関係でどうしても徐行せざるを得ない区間があって、その場合この東京発の、のぞみで、なんとかねこの首都圏のビジネスマンを8時半9時で行われる9時で大阪で行われる会議に間に合わせるためにということで編み出されたのが、名古屋と京都を飛ばすというね、こういう形です。これ実は先に先発する光号に乗っていくとこののぞみ乗らなくても間に合うんですけど、なんか名古屋飛ばした名古屋飛ばしたってことでね、名古屋の人が怒って、怒ったかどうかあれですけども、最終的にはのぞみ増発時に止めるという形になったんですけども、さあそこ行ってるうちにあれ琵琶湖にですね、今米原に到着です。この米原駅はあれですね、今走っているところがちょうど直線区間になってまして、今 N700S、 これ今収録しているのが2019年なんですけど、 N700S が試運転で今360キロでしたっけ、で試運転やってます。でこれは別に N700 に限らずこの300系もね、300これの、ベースの 300X かがここで400キロでしたっけ、なんかレコードタイム出してましたよね。でこれ実は貨物列車の全面展望会でも私量産先行車って言ってここを300系走らせてたんですけど、うまいことね全面展望に収まりきれなかったんで、今回全面展望という形でね、この路線、ご紹介というか形になります。やっぱ直線区間が長かったんで試運転にやっぱり向いてる区間なのかなと。ただスピードを上げてももう所要時間、到達時間としては2分か3分なんですよね。
で、スピードを上げると電気食うんで、果たして費用対効果で考えるとここで360キロ、まあ実際に営業運転はしないって話なんですけど、あまり効果ねえんじゃねえかなという形ですね。でこれ山科付近なんで、そろそろ京都が見えてくる、あー見えてきました、京都タワーということで、8時ですね、今鴨川を越えて、で110キロ、70キロと、基本的に全列車停車駅なんでね、制限入れてるんですけど、こののぞみ301号に限って言えば8時を通過するという、そういう形ですね。通過して速度制限が解除されて所定速度に戻ります。まあ、この通過扱いしてるのはね、こののぞみの1本目というか、まあぶっちゃけこの動画撮るために作ったダイヤですんで、基本的にはまあ名古屋も、京都も、八丈も、まあ、両方とも止まるという形の設定になっております。歩行班の時はちらっと見えますね。こちら阪急的要素です。阪急の電車が登場したんでね、ちょっとこの列車は京都通過するんで、うまいことタイミング合わないんですよ。でちょっと注目してもらいたいのはここです。はい、なんか上に高架橋ありますよね。これ知ってる方は分かると思うんですけど、もう今撤去されちゃったのかな、去年。東海道新幹線ってまあ非常にお金ね、建設にお金かかったんですけど、まあ国鉄の予算、国家の国会の予算だけじゃ足んないってことで、世界銀行からお金借りたんですよ。で世界銀行からお金借りた時の条件の中で、東海道新幹線は旅客以外に貨物もやるよってことでね、それであそこの部分作ったんですよ。まあ、結局使わずに解体しちゃったんですけどね。さあそんなこと言ってるうちに終点新富荘に到着でございます。お疲れ様でした。やっぱ新幹線早いね。ではなんとか新富荘に2時間半で到着ということで、やっぱいいな新幹線ということで、全面点灯、新幹線の全面点灯はね終わりたいと思います。やっぱかっこいいな300系。じゃあ今ちょうどね、新富荘駅に100系、300系、0系とね3つ並びました。それではご視聴いただきましてありがとうございました。